悔しいですね。もうマシン的なアドバンテージあったのかもう明らかに分かってたんで、自分で後ろで展開見て最後いけるって思ってたんで、まあ、結構展開通りかなっていう感じのレースだったんですけど、最後の最後で自分のミスでやっちゃったんで申し訳ないです。とりあえずジンクスは破れたんで、とりあえずポイント取れて、まあ、チャンピオンシップ的にも少し上に上がれたと思うんで、そこら辺は良かったんで、まあ、岡山では、まあ、すごい以上にぶっちぎれるように、まあ、テストもあるんで、テストからしっかり取り組んで決勝また勝てるように頑張りたいですね。